動画をご覧くださった皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日2月5日月曜、ここ相模原を含む関東地方に大雪注意報が出されたじゃん。タイミングよく午前中にアマゾンで買ったスノーブレードが届いたので早速交換したんだじゃん。ちょうどお昼頃交換し終わったら雪がちらほら。お昼ご飯を食べて一仕事片付けた午後3時過ぎ、混雑する前にガソリン入れとこうと思い立ってガソスタへ。自宅からここまでの道はところどころシャーベット状の雪が路面に残るようになってきた。そんな感じなんだじゃん。この程度ならまあサマータイヤでも走れるよなって感じじゃん。そうこう言ってる間にガソスタに到着したんだじゃん。実はオールシーズンタイヤに変えてから雪道を走ってないんだじゃん。2年前に履き替えたんだけど、履き替えたら雪が降らなかったんじゃん。せっかくの機会だからオールシーズンタイヤでどのくらい走れるか試してみようじゃん。というわけでガソスタを生活道路方面に出ました。うっすらとシャーベット状の雪があるけど、このくらいじゃサマータイヤでも全然オッケーだよねじゃん。ということで早送りするじゃん。交差点を左に曲がって道後川公園の方へ。路面にシャーベット状の雪が出てきたじゃん。うん、思ったほどの積雪ではないのだじゃん。交差点を左に行くと西見坂、通称七曲がりじゃん。ここもうっすら程度。お、ちょっと積雪が左のヘアピンを問題なく上がっていってるんだじゃん。直線の後の右ヘアピンですが、対向車が来ているので徐行してアプローチ。おっと、対向車さんかなり膨らんでますね。コーナーの中に部分的な積雪がありますじゃん。思い切って雪のあるところは知ってみましたじゃん。続く左のヘアピンやアプローチなんだじゃん。対向車でマイクロバスが来てるんだけど、運転手さんがおいでおいでしてくれました。どうもありがとうじゃん。ここはコーナーの中、積雪なかったじゃん。バスの運転手さん、ありがとうございました。うっすらシャーベットの直線を走って右ヘアピンアプローチ。ここも何度問題なく通過できたんだじゃん。最後の緩い左カーブ。おっと、また幼稚園のマイクロバス、割とイン寄りを走ってくるので一旦停止するだじゃん。上りで止まったから再スタートできるか心配だったけど、スリップしないで発進できましたじゃん。
続く生活道路の積雪も大したことなかったので、幹線道路に出るまで早送りで。交差点を左に曲がって幹線道路へ。村富線はウェット路面でしたじゃん。このくらいの積雪だとどこも何の問題なく走れたけど、逆言うとサマータイヤとの違いがよくわかん言って突っ込まれそうだけど、降り始めのインプレッションっていうことで、続きは夕方過ぎてから積雪量を見てもう一回走ってみるんだじゃん。昼間のドライブから4時間ほど経過して午後7時ですじゃん。自宅前の積雪はおおよそ5センチになってたじゃん。物好きなやっちゃと思われるけど、日中に続いてオールシーズンタイヤで雪道を走ってみたんだじゃん。比較のために昼走ったのと同じコースへ向かってるところじゃん。この辺りの生活道路は自宅前と同じくらい積もってるんだじゃん。それじゃあ道後川公園へ向かうとこまで。ワーク。ここに来るまでの道もだいたい5センチくらいの積雪があったり、通った車の輪立ちがすでにあったり。てか雪んちバイクで走るなんて自殺行為なんだじゃん。この辺りも積雪はあるけど、足立の中はおそうめんが見えてるんだじゃん。七曲がりへ向かう交差点、信号が赤なので止まっちゃわないよう徐行で行くんだじゃん。信号変わって交差点を左へ。七曲がりの上りへ挑戦するんだじゃん。ちょっと分かりづらいけど、わだちの中アスファルト露出してないねじゃん。二つ目の左ヘアピン、曲がりきりました。上りの直線、時々トラクションコントロールが作動するけど上っていくんだじゃん。おっと、雪の重みで木が道路に首を垂れてるんじゃん。木を避けて右ヘアピンへアプローチなんだじゃん。コーナーの中も積雪してるけど、スリップしないで曲がりきったじゃん。左ヘアピンに向かいます。崖の上のポニョじゃなくて立ち木のおかげでコーナー途中から積雪なかったんだ。ここでもって再び積雪してる直線、右ヘアピンへアプローチ。アウト側の積雪の深いとこへ行ってみました。途中積雪なくなったけどちゃんとに走ったんだじゃん。最後の左コーナーへ。もう立ち木ないからコーナー全域積雪してそう。七曲がり、スタックせずに登りきりました。このままもうちょっと走ってみるじゃん。信号を右に曲がって村富線へ。
幹線道だけど雪積もってるね。左に止まってるトラックスタックしてんの？迷惑千万なんだじゃん。うわ、対向車に雪しぶきかけられた。この先の交差点を右に曲がるんだけど、積雪で右折レーンの始まりがわかんないんだじゃん。相模原公園方面に向かいます。次の信号を左に行きます。相模原公園西側の外周道、そこそこ積もってますね。雪ちょっと強めにブレーキ踏んでみましょう。ABS ががっつり効いてちゃんと減速しました。走行だけじゃなくてブレーキ性能もまずまずな感じ。で、気を抜いたら赤信号だけど停止線がわかんない。ちな、この交差点を左に行きます。おやおや、あなたもスタックですか？雪だ、雪だってあれほど言われてたのに、もうちょっと雪深いのを求めて。この信号を左へ。足立を外して、わざと雪の深いとこを走ってみました。トラクションコントロールのインジゲーターがせわしく点滅してますが、ハンドル取られることなくまっすぐ走れてます。ここで村富線へ。それでは次の雪深いところへ。ワーク、この先の信号を右に入ります。うわ、また食らった。また対向車線を走ってた車から雪しぶきかけられた。一瞬何も見えなくなったから、前に車とかいなくてよかったよじゃん。あれれ、動けなくて放置したのかな。突き当たりを左へ行きます。あまり車が通っていないようですね。わだちの中もかなり雪があります。右側のフェンスに沿って右折します。もう一回少し速度上げてブレーキ強く踏んでみます。オールナイトニッポンジャムで放送配信中。詳しくは日本放送のホームページで。やっぱ ABS 聞くけど不安なく止まれました。それでは村富線に戻ります。交差点までワーク、信号変わって動き出したら。おい、てめえ、雪道で信号無視した、どういう条件だ。てめえなんぞ、豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ。まったく、ひどいならす問題だもんだぜじゃん。それは相当、とりあえずベクターオールシーズンズが、どのくらい雪道で使えるかは、わかったんじゃん。ということで、今日はこれで帰ることにしようじゃん。オールシーズンタイヤ、グッドイヤーのベクター4シーズンズハイブリッドで、実際に雪道走った実感として、性能は僕的には
満足できるものでした。皆さんのタイヤ選びの参考になれば幸いです。え、翌日の早朝、凍結路も走って評価してくれってか。わざわざオールシーズンタイヤで凍結路走るなんて無謀なことは僕はしないんだよ。じゃん、タイヤだって用法、容量守って正しく使いましょうね。じゃん、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。今日も明日も明後日もその先もずっとご安全に。